岐阜市民会館付近金華橋通りとは、岐阜県岐阜市の JR 岐阜駅を起点とし金華橋を経由して上戸井に至る道路の総称である。岐阜市中心部を南北に横断する、長良橋通り、中節橋通りと並ぶ三大通りの一つである。岐阜駅北交差点から金町五交差点までは、岐阜県道54号岐阜停車乗船。 金町五交差点から裁判所前交差点までは、岐阜県道151号岐阜派しません。裁判所前交差点以北は、岐阜市道である。岐阜市中心部では、電線類の地中化が進められ、町の景観は広々として落ち着いた雰囲気である。また、通り沿いには、岐阜地方裁判所、岐阜中警察署、岐阜中消防署、岐阜市役所などが立ち並ぶ。 岐阜の館長街通りでもある。1988年に岐阜市で岐阜中部未来博が開催された。その前年、岐阜市は遠方から訪れる人に優しい街づくりを進める過程で、それまで通称しかなかった通りに誰にでもわかりやすい名称をつけることにし、募集の結果、現在の名称に決定した。しかし、現在でも路線中の岐阜市中心部である JR 岐阜駅から、 岐阜市民会館までの部分はそれまで呼ばれていた平和通りと呼ばれる場合が多く地図の表記も平気である。地元では金町通りと呼ばれる場合もある。ちなみにその区間は戦前軍用道路だったため外線道路と呼ばれていたが終戦後平和通りに変更された。朝夕における渋滞感は策として中央線の位置を時間帯によりずらす。 リバーシブルレーン規制が1971年に全国で初めて導入され、2013年4月1日まで実施されていた。名前の由来となった金華橋。ありがとうございます。